どうも皆さんこんにちは、イサフトです。やべえ、ガチャが実装されましたね。まさに天国は地獄、究極のギャンブルガチャ。僕は、未だ、ティナを持っておりませんと。で、エアリスに関しては2凸までおります。これさ、確率見た目で言うと、50-50 なんだけど、実際どうなんだろうね。昨日の動画のコメントでエアリスが来る未来しか見えないっていうのがあって、いや、まさにそれだなと思って、弟の方で、テーブルが発覚したじゃないですか。いや、だから実際裏でやっぱり確率いじってんじゃないかなと正直思ってまして、実際、ティナが、本当に 2% とか、数パーぐらいの勢いで、エアリスが90%以上、98% とかやってんじゃないかなって正直思ってるんですけど、いやー、でも欲しいんだよな、ティナ。僕的には、ティナが出てくれればそれはそれで美味しいし、エアリスが出てくれたら、動画的にめちゃくちゃ美味しいという感じだから、早速ね、引いていきたいと思います。でもぶっちゃけな、エアリスいらないんだよな。あ、なんかフラグっぽいね、今。エアリスでフラグっぽい。ちょっと待って、今のなし。あ、虹が、あ、そうかそうか。NV 確定だよね。NV は確定だから、昇格はないにしても、いやー、マジで頼むぞ、本当に。頼む。いや、1個か。あの1個に全てがかかっている。この辺は、あ、ケフカはこれで NV できるけど、マジでお願いします。よっしゃー、来たー。あ、やった、めっちゃ心臓バクバクしてる。いや、2分の1を引き当てた。いや、もっと、可能性の低いパーセンテージを引き当てたんじゃないか。カードはね、ティナであってほしいけど、あ、ソルなら、全然あり、全然あり。いや、やった、嬉しい。いや、ようやくティナ難民脱出ですね。ありがとうございます。いや、めっちゃバクバクした。本当に嬉しい。いや、ありがとうございました。